はい、ということで今回の動画なんですけど、今回はブリッツ講座という、まあ最近僕ねブリッツしか使ってないんですけど、まあそれでリスナーさんからね、ブリッツのコツを教えてくれという声が非常に多かったということで、まあちょっとブリッツ動画をね今回から撮っていきたいと思います。さて、ブリッツの、まあ、講座をやるわけにあたってね、ブリッツの大事なことを教えておきましょう。そう、ブリッツにとって一番大事なこと、そう、それはまあ何が言いたいかと言いますと、うわめっちゃ暗いやん、びっくりした、ちょっと今動画撮り始め行って、まあ何が言いたいかと言いますと、まあそんなにね、はい、終わりました。まあ結局何が言いたいかと言いますと、まあブリッツっていう、まあブリッツ以外もそうなんですけど、盾なんですけど、まあ慣れですね、どんどん使っていかないとまあまずいかなっていう感じの、まあ舞台ですね。まあ今のも、まあ連射を駆使した感じで、まあ今倒しましたけども、そう、連射力っていうのも大事になってきて、僕はその1秒間に、あ、なんか書いてた、なんか生じって書いてた、ありがとうございます、さよなら。だから僕の場合は1秒間に8発撃つことができるんですよ。そうで、こうやって近くに来たらとりあえず腰打ちしましょう。そう、とりあえず腰打ちする、よろろ、とりあえず、うわっ、神まみた、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵ということで、まあやっていきたいんですけど、まあブリッツの講座として、まずね連射力って言ったじゃないですか、それも結構大事で、こうやってアーマーさんのやつもう簡単に瞬どけですね。うん、まあそういった感じで、まあちょっとね、どんどんバカツカやっていきたいわけなんですが、こうやっていたら、こういうことですね。結局ね、そういう感じです。はい。なので、こうやってフラッシュを浴びせて、腰打ちでバカツカ打って、OK ですね。はい、こんな感じです。簡単でしょ？すごい簡単なんですよ、ブリッツって実は。エイム力っていうのは、本当になくて、ブリッツっていうのは。なんでも本当にニュアンスだけですね。まあ縦に甘えてる僕もいるので、じゃあちょっとハンドガンだけでいきましょうか。じゃあこれでいきましょう。あ、これあげますよ、はいはい、あげますよこれ、はい、どうぞ。あとラストアライブなんで、どうぞ行ってください。よいしょ、はい、はい、どうぞ。あっまあこんな感じですね。パチコーン、腰打ちペッパー、当たらなかったら殴る、これですね。うん、これさえできてたらもう誰でも本当にブリッツ使えますからね。いいですか。まあこういう敵はちょっと難しいんでちょっと置いときますけど、こういう感じですね。いいですね。うん、オッケー、なんか一人死んでんな。あとラストこっちですね。え、なんかかかって死んだんですか。こうやってやって腰打ちペッパー、これだけで終わりです。簡単でしょ。ではブリッツの対処法を皆さんに教えましょう。ブリッツなんですが、あいつはめっちゃ撃ってくんな。まず毒のスピムピストルを持ちます。これが大事です。これを持って、はい、回復しながら近づきます。で、来たら殴る、これですね。こうすればブリッツは倒せるんで、よかったら使ってみてください。誰もできねえこんな。あ、おいで、ほらおいで、しんのすけ、ほらほらほら、おいで、ほらほら、おいで、しんのすけ。ほら、こっちまでは、こっち。ほら、おいで。ほら、おいで、しんのすけ。ほら。ほら、来いよ、お前。ほら。ほら。よし。ん？レッツゴー！オッケー、まず飲んだ？オッケー、普通だ。オッケー、ダウン。オッケー、オッケー、フーフー。オッケー、まずワンダー。オッ
ツーダウン。オーケーオーケーオーケーオールヒール。オーケー。オーケーオーケーオーケーツーダーオーケーオーケー更新地ペッパーオーケーオーケーダウン。ブラッシュ咲いて、殴るぞ。あ、転んで。オーケー。焦げ目。痛い痛い痛い。全然当たんねんだけど。I'm not crazy。 OK。 Hello。 これ講座ですか、これ。うん、実況って難しいな。最後まで見てくれてありがとう。なんか下の方にね、チャンネル登録だったりとか、なんかおすすめ動画だったりとかたくさん出てると思うんだけどね、よかった、気になったら見てってよ、押してってよ、よろしくよ。